かつて中国大陸に絹を求めて旅した者たちがいた。後にシルクロードと呼ばれる長い道を今一つの線路が走っている。西安からウルムチへ、中国を横断する壮大な列車の旅。そこで旅人が目にするのは、砂に消えかかる万里の長城とその西の果て。うわー、すげー。遥かなる歴史に思いを馳せながら長距離列車に揺られ、シルクロードの町から町へ、そして旅の途中で出会う優しい人々。あ、これいただいてもいいんですか。ああ、先生。シルクロードはアジアとヨーロッパが融合する独特な食文化を生み出してきた。あんまり好きじゃなさそうね。さらにシルクロードは美の宝庫。こんな形でずっともう天井まで。列車で中国大陸を駆け抜けると、風景は刻々と変わっていく。そして旅人は思う。今もシルクロードに暮らす人々に会いたいと。乾燥した砂漠地帯から氷点下15度、真冬の山へ。かつて遊牧民たちが切り開いたオアシスの道を走るシルクロード鉄道。その旅は2600キロにも及ぶ。ユーラシア大陸の東と西を結んだシルクロード、オアシスの道。その道と同じルートを今鉄道が走っている。それがシルクロード鉄道。今回は西安からウルムチへ、中国大陸を横断する列車の旅である。シルクロードを走る鉄道の旅は中国の古都西安から始まる。現在840万人が暮らすこの町は、かつて長安と呼ばれた大帝国、唐の都が置かれたところ。シルクロード東の起点として中国全土から集められた絹は、ここから遠くヨーロッパへ運ばれたのである。それから長い時を経た今も、西安には歴史の香りが漂っている。唐の時代、シルクロードを旅しインドから仏典を持ち帰った玄奘三蔵は、この大雁塔で生涯をかけて膨大なお経の翻訳に取り組んだのである。この日、西安駅から蘭州を目指す。僕は中国を何度か訪れたことがありますけれど、シルクロードの旅も鉄道の旅も今回が初めて。じゃあちょっとチケットを買いましょう。中国の駅は日本とちょっと違います。駅の中に入るのに手荷物検査とボディチェックがあるんです。出発の時間まで待合室で過ごしました。すごいな、こんな風になってるんですね、駅はね。
ものすごい広い。西安駅は北京や上海などから1日200本以上の列車が発着する中国有数の巨大な駅だ。今回乗り込む列車はここ西安が始発。出発の20分前に先頭車両と客車が接続される。先頭車両は若い3型と呼ばれる中国を代表する電気機関車。5000トンの車両の牽引が可能だという。この日は19両の車両を接続した編成で出発する。出発10分前、乗客たちが乗り込む。乗りますよ。西安から蘭州までおよそ8時間、鉄道の旅が始まる。こちら。あー、すごい、ちゃんと手洗い場もある。この日僕が買った座席のチケットは日本の B 寝台車にあたる二等寝台車です。下なんでここだ。座席のお客さん同士はもちろん初対面。にゃお、すげえ。ちゃんとこういうベッドがありますよ。2段になってます。いや違うな、3段になってるね。10時56分、西安発の列車は蘭州駅に向けて帝国に出発した。さあ、ここから鉄道の旅が始まりますね。シルクロードといったらやっぱ西遊記の印象がありますけど、どんな人たちがいるのかっていうのがすごい自分の中で楽しみであって、また多分こっから先まで行くとだんだん食文化も変わっていくだろうし、非常にそこが興味深いところですよね。僕は思い切って前に座っている人に話しかけてみました。これからどこに行かれるんですか？您看您去是去什么地方啊？我到那个甘肃的玉门，玉门市，就是玉门关那个地方。どのぐらい時間かかります？从西安出发到那个地方要差不多20个小时。約20時間ぐらいは。20時間。20時間もあるとどんな風に過ごされるんですか、この中では。我一般就是用手机 QQ 跟同事啊、朋友还有些亲戚聊聊天，再有时候买本杂志看看，完了以后外面逛逛逛。そうですよね。友人とメールもありますもんね。您好，请换票。啊，你好。車掌さんがチケットをカードに交換に来ました。チケットを。お客さん一人一人からチケットを一旦預かり、降りる駅が近くなると知らせに来てくれます。下車前20分钟给你换取票证、已经下车、我有不舍的。また降りる前にこれを返せばチケットをもらえるってことなんですね。中国の長距離列車は一駅の間隔が長いので、乗り過ごさないように降りる前にチケットを返してくれるんです。僕はこのシルクロード鉄道の旅の終着点を決めていました。その場所は遊牧民たちが神の湖と呼んでいるところです。そこまで長距離列車に揺られ、途中下車をしながらのんびり旅をしようと思っています。西安を出発した列車は
黄河の支流伊賀に沿って進んでいく。お昼、僕は食堂車を覗いてみることにしました。すごい、カップヌードル食べてます。美味しそうですね。この列車は2種類の寝台車、食堂車、座席車、全部で19両を先頭の機関車が牽引している。こっちはまたさっきの車両と違って、ちょっと一つランクが上なんですかね。縦にベッド3台あったけど、こっちは2台なんですね。だから1部屋計4台。一等寝台車いいな。その一等寝台車の隣がもう食堂なのかな。あすごいすごい。食堂車はほぼ満席。なんとも食欲をそそるいい匂いがします。おすすめとかってあったりするんですか。ニンニクの芽と肉の炒め物、あいいですね。それじゃあいただきましょう。キッチンは食堂車の一角にある。列車にもかかわらず、燃料にはコークスを使い、本格的な料理を作っている。お、来たよ。菜到了。お、谢谢。好，请你慢用。牛肉とニンニクの芽の炒め物。ちょっといただきます。啊，这好个羊啊！嗯，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 ニンニクの芽がシャキシャキしてる。歯ごたえがいいですね。これご飯進むわ。こっち景色を見ながら食事をするっていうのもいいよね。料理の美味しさに感動しながら、列車は蘭州へと向かいます。この番組はサントリー、三井住友ビザカード、テイジンの提供でお送りします。西安から蘭州へ。シルクロードを走る長距離列車は黄土高原を通過。黄土高原は舞い上がった砂漠の土が堆積してできた土地。面積は日本の 1.5 倍もある。そこには乾いた農村地帯が続く。ちょっと横になろう。サイズ合うかな。ああいいですね。食事を済ませ、僕は少し横になりました。列車は揺れも少なく、いつの間にか眠りに落ちました。どれくらい眠ってたんだろうか。外はもう暗くなっていましたね。来、五方向。あ、びっくりした。チケットの交換。もうすぐ蘭州に着きます。はい。シジ、僕たちも降りますので、またどこかで。シジ。シジ、シジ。午後6時46分、
列車は蘭州駅のホームに定刻に到着した。よし、着いた。出口の向こうに明るい街が見えました。着いたね、蘭州。蘭州、街が明るいですね。結構ライトアップも多くて。この日僕はこの街で宿を取りました。明日は街に出てみよう。翌朝、街の真ん中を黄河が流れる蘭州、標高1600メートル、現在360万人が暮らすこの町には漢民族以外にイスラム系の住人も多い。僕は蘭州の市場を覗いてみることにしました。ちょっと面白そうだから中入りましょうか。あ、これは豚か。これ豚ですか。どこまでも続く豚肉売り場。その先にあったのは香辛料がほとんどです。ここは八角。独特な匂いですよね。おー、すごい。これで作るんだ。僕は大きな石臼を見つけました。唐辛子の専門店です。おー、あ、一枚岩の石臼で引く唐辛子、今は電気で動かしているが、昔はロバが動力源だった。使う料理や店によって辛さはまちまち。ブレンドしたものなどを含め、ここには20種類以上が並んでいる。じゃあ、シェイシェイ、ありがとうございます。蘭州で評判だという食堂に行ってみました。そこは牛肉麺のお店。おお、すごい、結構な人数が並んでますよ。あ、すごい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 、早い。うわ、すごい、かっこいいわ。いいですね。早速僕も行列に加わりました。あ、10秒。うん。おいしい。おお。これはうまそう。空いてるところがあればいいんだけど。あ、空いてますね。蘭州名物牛肉麺。その麺に絡むのは牛肉のスープ、さらにニンニクの葉、パクチー、大根が乗る。さあ、じゃあいただきます。もう一回やりますか。ちょっと辛みをつけすぎた。辛いけど味は抜群でしたよ。うまい。厨房を覗いてみると、いや、あ、すごい、特別に入れさせてもらえるということで。じゃあちょっと失礼します。1日に
何食分作ってるんですか？2000倍ぐらいだって。すごい。16年前にオープンした店の自慢は、牛の肉と骨を強火で4時間かけて煮込んだスープ。そして自家製のラー油。使う唐辛子は香りの高さを重視。さらに職人技の手打ち麺。小麦粉に塩、水、サラダ油を加えて練った生地をその場で1人前ずつ伸ばし茹で上げるのだ。你的衬衣下面，就是那面を、やってみませんか。僕ですか。お店の人に服を借りて初めての麺打ちに挑戦させてもらうことに。いやー、それは結構難しいものでした。どうです？でも何度かチャレンジするうちに麺はだんだん形になってきました。もううまくなりましたね。できましたね。ちょっとアルバイトできるかもしれないです。いい経験になりましたし、とても勉強になりました。ちょっと帰ってからでも練習します。じゃあ特別に後でレシピの方を教えていただいて。黄河に架かる中山鉄橋は1909年に完成した長さ233メートルのアーチ式鉄橋。全長5400キロの黄河、その上流に架けられた最古の鉄橋である。黄河に沿って歩いていると気になるものを見つけました。お、あれは何でしょう。ほら、あそこのなんか茶色く固まってる豚かな？なんかちょっと豚の丸焼きにも見えるんですけど、あれは何だろう。ちょっと行ってみましょうか。にゃお。そこは川の上に作られた桟橋。ちょっと豚に見えますけどね、これは一体何ですか？这是什么呀？羊皮。羊皮筏子。ああ、イカだ。羊の皮で作られてるんですって。イカダはピーファーズと呼ばれ、1800年もの昔から人々の暮らしになくてはならない乗り物だった。それはシルクロードを行き交う者たちにとっても重要な交通手段だったに違いない。空気を入れてるんだ。これ破れることはないんですか？破。いや、会破や。うん。破れることはあります。あ。破れちゃったで、破れちゃったで。黄河に橋が架かる現代、ピーファーズは観光用に残っていました。僕は乗ってみることにしました。かつて黄河を盛んに行き交ったピーファーズ。イカダは7人乗り。荷物が多い時はイカダをいくつもつなげて運んだという。結構気持ちがいいもんですね。一只麻雀嘎啦嘿呀。突然船頭さんが歌を歌い始めました。
古くからあるメロディーに乗せて自分の父親のことを歌っているんだそうです。やっぱ昔の人もこうやって歌って渡ってたんでしょうね。僕は黄河に漂いながら、ここだけが遠い昔に時間が戻ったように感じました。このままずっとこうしていたかった。この日の夜、僕は蘭州から再び中国シルクロードを駆け抜ける列車に乗り込みます。出発は夜遅い時間、寝台車での旅になる。行き先は蘭州から770キロ先にある河陽区間。先頭車両は昭山 7E 型と呼ばれる電気機関車。この日は18両を牽引して走る。日本の特急列車にあたるこの列車は蘭州と河陽区間を8時間余りで結んでいる。出発時間の前なのになぜかみんな急いでいます。僕もつい急ぎ足に。欢迎你。谢谢。行。よかった。慢一点。座席は一等寝台車。初めて乗る車両です。4つのベッドがある個室。この日たまたま部屋には誰もいませんでした。2段になってる。テーブルのある落ち着ける部屋。夜10時20分列車は蘭州駅を定刻に出発した。シルクロードの旅もだん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 西へと進んでますね。夜の11時過ぎ、僕は朝まで眠ることにしました。じゃあ、おやすみなさい。中国シルクロードを駆け抜ける2600キロの列車の旅は1400キロを超えようとしていた。朝6時過ぎ、目的地河陽区間はまだ暗闇の中です。ちょっと寒いですね。你好，快到站了，请把你的东西都拿齐全，不要落在车上了啊！祝你旅途愉快。呀，忘れ物しないようになって、親切ですね。列車は定刻の6時31分、河陽区間駅に到着した。ありがとうございました。好。あ、谢谢。古代シルクロードの要衝、河陽区間。ここから。万里の長城、西の果てを目指しました。着いたよ。万年雪の祁連山脈を望む河陽区間は古代シルクロードの要衝。河陽とは
美しい谷間という意味だ。町の人口は23万、工業都市として発展を続ける町である。町の名前になっている嘉翼館はかつての西の関所。ここから万里の長城は北京を通り、東の彼方渤海湾の山海館まで続いている。いやすごい立派ですよね。近く見えるけど実際結構かなりの距離があると思います。でそっからこの頂上がガーッとつながって、多分多少その修復はしてると思うんですけど、てかものすっごいよね。2メートル以上あります。僕で186なんで、もっとあるか。でそこはちょうど切ってあの道路にしちゃってるんですけど、本当はここはつながってました。古代シルクロード、ここはかつてラクダのキャラバンが往来したところです。そこに万里の長城が作られました。そして現代、万里の長城を鉄道と道路が分断して走っています。でもそこには昔も今も変わらず人や物が往来しているんだなって思いました。嘉翼館は明の時代1372年に騎馬遊牧民の侵入を恐れ建造された関所。高さ10メートルほどの城壁と3つの楼閣からできている軍事施設だった。漢民族は長い間この地で宿命の対決を繰り返した。ここから頂上の一方は渤海まで6000キロに及び、もう一方はわずか 7.5 キロ先に頂上の始まりがある。万里の頂上の先端、西の端だ。うわすーげー、下はもう川ですよ。ちょっと危ないんですけど、ここが万里の長城の切れ端、もうここまで。すごいよな。東莱賀の岸壁に築かれた万里の長城、ここが西の果て、そしてここから始まっているのだ。今から40年前、市内から20キロ離れた砂漠で1700年以上前に築かれた墓が発見された。それは多くのシルクロード研究者を驚かせるものだった。階段なんだ。地下10メートルに築かれた墓、ここには貴族の夫婦2人が埋葬されていたが、墓は洞窟にあい、発見当時は棺の蓋が残っていただけだったという。しかし世紀の大発見は周りのレンガに描かれた絵の中にあった。そこには当時の人々の暮らしぶりが克明に描かれていた。
これは桑の葉を摘む場面。絹を生み出す蚕の餌、桑の葉を取る女。隣は害虫を退治しているところ。人物の横に描かれているのが絹。これも絹を描いたもの。そして最も有名な壁画がこれ。ここにはシルクロードのキャラバンの様子が描かれている。ラクダを引いているのはシルクロードの商人ソグド人。古代シルクロードの交易で中心的な役割を果たしたのが商売に長けたイラン系の民族ソグド人だった。はるばるシルクロードを貴重な絹を求めて往来したもの。それは数知れない金や銀をはじめとした貴金属、小麦や胡椒、馬や羊、そして仏教やさまざまな宗教、音楽が西から中国にもたらされた。かつてキャラバンが旅した砂漠に僕は行きたくなりました。そしてオアシスの人々に会いたいと思いました。次の日の朝、花翼館駅からオアシス都市敦煌を目指す。敦煌へはシルクロード鉄道の本線を一旦離れ、支線に乗り換えなければならない。よし。こっちか。この日、乗った客車は座席タイプです。2列と3列の対面シートでした。さあ出発。こんなに工場あったんですね、あそこ。全然気づかなかった。この花翼館で壁画を見させてもらって、シルクロードらしさっていうか、なんかすごいそれを感じました。目で見て強く感じ取ることができましたね。やっぱ本当に当時の人たちはもうシルクがすごい貴重だった。今ではね、なんか当たり前のようにあるけど、その今では当たり前だったものが当時では本当にとても貴重なもので、だから僕たちが今普通に使ってるものが1000年後にはもしかしたらね、え、何が残ってるんですかね。列車は砂漠のオアシス都市敦煌へと向かいます。ここまでは定人。三井住友ビザカード、サントリーの提供でお送りしました。ここからは大正製薬。トヨタの提供でお送りします。花翼館から砂漠のオアシス都市敦煌へ。車窓にはゴビ砂漠が広がる。なんかあちらに乗られたお客さんがご夫婦でしょうかね。あ、すいません、はじめまして。
My name is Hayami。 僕はちょっと話しかけてみました。お二人は心よく応じてくれました。これからどこに行くんですか？现在去哪儿啊？现在回家，回敦煌。どんなところなんですか？敦煌是一个什么样的城市？敦煌呢是非常神秘的一个城市，也是一个旅游城市。就是这个城市小，但是非常的漂亮。我们是在那个阳关镇龙乐村，我是农民。出会ったのは敦煌の近くにある小さな村で暮らしているブドウ農家のご夫婦でした。自己想做了，如果你要到阳关来，我请你到我们家喝，我自己酿的葡萄酒。ああ、ぜひいただきたいです。僕は旅の出会いが嬉しかった。車窓には砂漠が広がっていました。なんか飲まれます？つまんだり。僕はご夫婦に飲み物をご馳走しました。ありがとうございます。すると奥さんは、うん、何これ？ロールケーキ。あ、これいただいてもいいんですか？あ、谢谢。だからこのいちごのクリームソースが、うん、好吃好吃。好吃啊。哇。敦煌までの5時間はあっという間に過ぎていきました。着いた。あっち？谢谢。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。再见。よし、着いた。敦煌来ましたよ。敦煌の駅はまるで宮殿のようでした。標高1138メートルの敦煌、古代シルクロード最大の交易都市として栄えた町だ。今敦煌の人口は18万。世界屈指の観光地で年間に150万人以上が訪れる、中国では裕福な町である。敦煌の名所の一つ、鳴沙山。そして砂漠に湧き出す不思議な泉、それは乾いた土地に現れた小さなオアシス。よろしく。かわいいね。動きたくないって。おお。僕は古代シルクロードのキャラバン隊に思いを馳せました。それは一体どんな旅だったんだろうか。
4世紀頃、今の敦煌の町から25キロ離れた場所に築かれた仏教の聖地、莫高窟。長さ 1.8 キロに及ぶ砂漠の大画廊である。現存する石窟は492。その貴重な仏教遺跡は1987年に世界文化遺産に登録され、今も色鮮やかな壁画や仏像を見ることができる。ちょっと私行ってまいります。初めて入ります。でも中は暗いですね。現在内部での撮影は許可されていない。しかしそこには千年にわたって築かれた仏教美術の小宇宙が広がっている。中は全部真っ暗なんですよ。真っ暗なんだけど、ちゃんとガイドの人がいて、その人が懐中電灯でこう照らしてくれて説明してくださるんですよ。もうなんかすごく仏像、釈迦様がちょっとね、ふくよかな、なんか素敵な笑顔をしていらっしゃって、なんか癒されますね。インドで生まれた仏教はここ敦煌で花開き、やがて中国全土、そして日本へと伝わっていった。敦煌3日目の朝、砂漠の中を歩きました。冬の砂漠には蜃気楼が揺れていました。ラクダのキャラバンが旅したシルクロード。そこは忘れ去られた道ではない。砂漠のオアシスに今も人々は暮らしている。次に僕が目指したのは古代シルクロードの関所、羊羹です。敦煌の町から南西へ70キロ離れた場所に羊羹はある。紀元前2世紀頃、漢の武帝が作った軍事施設で、古代シルクロードの関所のあったところ。今は狼煙を上げる砲火台が残るだけ。高台にある砲火台の下に広がる砂漠で、最近になってかつてのシルクロード、その古道が特定された。広いですね。あそこのちょっと山になってるところありますよね。そこの手前、向こう側じゃなくてその手前、そこがシルクロードだそうです。今は立ち入りが制限されていて、歩くことは叶いません。僕は遥か昔、このシルクロードを西へ東へと向かう旅の過酷さを思いました。羊羹のふもとにはいくつかの小さなオアシスの村があります。僕は敦煌に向かう列車で出会ったご夫婦を訪ねてみることにしました。
その村には砂漠とは思えないほど豊かな水があふれていました。社内で会ったご夫婦招待してくれるっていうことで、あーいた、へーい、辛苦啊！请家里面坐一坐吧。啊，ありがとうございます。本当に近いんですね。走走进家里吧，进家里，进吧。失礼します。不客气，尽快走。进去。失礼いたします。お邪魔します。僕は遠慮なくご好意に甘えることにしました。李さん夫婦は2人の子供と4人家族。家の近くの畑でブドウなどを栽培している。今ブドウは冬の寒さから守るため枝はすべて土の中にある。冬は氷点下10度になるオアシスも、夏は40度を超える灼熱の土地。その厳しい環境で作られているブドウは甘くて美味しいと人気が高まり、高級ブランドとして高値で取引されているという。这样的特产，阳关桥，这是我们自己做的，就是那个卖葡萄的时候自己做了一点，留着送亲戚、送朋友、招待人用的这个。哇，ちょっといただきます。干しぶどうは砂漠の必需品。啊，好吃。是不是有点酸啊？失敗ですよ、ちょっと。程よい酸っぱさです。ちょっと甘いのかなと思ったら。本来这个东西它就是酸甜可口，要酸甜这边的这个带。でもちょっと酸っぱいぐらいの方が元気が出ますね。ご主人は家の外に置いてある自家製のブドウ酒を取りに行ってくれました。列車の中でご馳走すると言ってくれたブドウ酒です。ありがとうございます。ブドウ酒すごい色が綺麗ですね。透き通ってるんですよ。いただきます。実はブドウ酒がちょっと苦手でも、口感不太好吧？美味しい。平时要是喝白酒，喝个三四两的人可以。我喝白酒就是二两酒，就感觉到脸红上头了，所以我喝这个东西不行。でもいいですね。列車で出会ってね、こういう機会を与えてくださって、なんかすごいご縁を感じました。啊，真的是有缘分啊，有缘。とても心温かい。素敵なご夫婦でした。またお会いできて嬉しいです。欢迎你多来多到这里来看看。ありがとうございます。大家认识了以后就常来啊。ありがとうございます。再见。再见。欢迎以后常来，下次如果来一定到我家来做客吧。谢谢。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。再见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 啊！啊，またお会いしましょう。再见。いや。いや、なんか本当素敵な出会いですね。本当に素敵な出会い。ちょっとうるっときてますもん。ありがとうございました。在地さあ、ぶどう酒もね美味しかった、やっぱこう家庭で作るぶどう酒、手作りっていいですよね。ちょっと足元がふらついてますがでまだまだ先はありますんで。
この日僕は敦煌から華玉館駅に戻りました。深夜の華玉館駅の待合室、ここから午前0時38分発の寝台列車で次の目的地トルファンを目指す。行きましょう。蘭州駅から770キロ、8時間以上かけて走ってきた列車に乗り込みました。よし。客車は A 寝台、いわゆる一等寝台車です。よし。おお、また一人。4つのベッドがある個室タイプの部屋。中国人のお茶好きは有名。僕も駅でお茶と水筒を買って飲んでみることにしました。給湯器は車両ごとについています。みんなこういう水筒を持ってお湯を入れてるんですよね。結構熱いよ。よし。列車はいつの間にかホームを離れていました。もう今1時です。ちょっと休みますか、ね、おやすみなさい。華玉館からトルファンまでは979キロ、10時間半の寝台列車の旅です。シルクロード鉄道を西へ、華玉館からトルファンに向かう列車は朝を迎えた。太陽が昇ったのは午前8時過ぎ。おはようございます。おはようございます。もう早やぶさん、にゃお。9時になって僕は食堂車に行くことにしました。この辺りは中国でもかなり西側、日の出も遅く、朝9時は日本の朝7時といったところです。ガラガラ、みんなまだ寝てんのかな。じゃあ、はい、これで、はい、来一份这个啊、我去稍等啊。さあ何が出てくるんでしょうか。ちょっと外の景色でも見てみましょう。あ、早いね、来たよもう。これが朝食セット。これは何です。あ、おかゆ。おかゆ、いただきます。おかゆと蒸しパン、人参の漬物やザーサイ。あ、うまいな。こちらの方も砂漠なんですね。辺り一面ずっと続いてんだな。僕はその時
テーブルのある文字に気づきました。どういうことかな、精神石全部に書いてあるわけじゃない。あ、すいません、これ一体どんな意味があるんですか。民族信仰伊斯兰教，属于是少数民族信仰，在这边遇到的就是回民和新疆的这个维吾尔族，都属于是信仰这个伊斯兰教。あ、そっか。これでイスラムってことです。对，信仰伊斯兰教。ちゃんと吃牛羊肉。信仰伊斯兰教。都属于清真。そうですよね。豚はダメって言いますもんね。あ、じゃあここウイグルの人たち用の席なんだ。僕はシルクロードを西へ旅していることをこの時実感しました。民族も宗教もこれまでとは違っているのです。西安からおよそ2400キロ、雪の天山山脈が茶層に広がる。食堂車を出て二等寝台車の方へ行ってみることにしました。あ、みんなでも早起きですね。ギリギリまで寝てる人がいないかも。ニハオ。まだ朝の早い時間、みんな思い思いに過ごしています。ちょっと声を聞いてみましょう。座っても大丈夫ですか。我坐着没事吗。没事没事。坐吧。ありがとうございます。谢谢。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どちらから来られたんですか。我是从新疆来的。从探亲戚的。上新疆到兰州去探亲戚。从兰州又返回乌鲁木齐。就是日本朋友是吧。对，日本から来たんですか。よくご存知で。わかりました。日本我亲自日本话。日本人好啊。我们很喜欢，我们电视上也看了。日本很漂亮啊，富士山啊，相当漂亮。日本といったらやっぱ富士山ですからね。もう本当にもう日本で一番美しい山です。はい。トルファンってどんなところなんですか。トルファン非常好。トルファン很热。トルファン地形像个国级一样的。下面是最温度最水平，海平面最低的。相当热，夏天嘛温度达到40多度。あ、そうなんですね。ありがとうございます。随时。列車は間もなくシルクロードのオアシス都市トルファンに到着する。入りましょう。再见、谢谢、バイバイ、バイバイ。あれがトルファン。あれ？右にも、あれもトルファンってウイグル語。雪の天山山脈をいただくトルファンの町は、海抜が0メートルよりも低い盆地。気温の差は激しく、夏は摂氏50度近く、冬はなんと氷点下30度を記録したこともある。シルクロードの重要な都市だったトルファン、ここにはトルコ系イスラム教徒ウイグルの人たちが暮らしている。そうですよね、トルファンといったら羊ですもんね。おお、見た今。あ、石窯で焼いてんの。おお、わ、
トルファンに古くからあるナンを焼く店。インドのナンがよく知られているが、ここはピザのような焼き上がりになる。小麦粉に玉ねぎ、ごまを入れた生地を石窯で10分ほど焼く。ウイグルの人たちの主食なのだ。ちょっといただきましょう。玉ねぎとごまですよ。焼き色がいいよね。うまい。そしてもう一つ、ウイグルの人たちに愛されている食べ物がある。バンメンは肉と野菜の炒めたものをかけて食べるスープのないうどん。ちょっと覗いてみましょうか。うわ、え、何やってんの。小麦粉を使った生地を寝かせ、細くした手打ちうどん。コシの強い麺が特徴だ。キッチンで働いていたのは若い二人の女性。左手のあの返し、非常にリズミカル。わあ、かっこいいな。これを茹で上げた麺にかけて食べます。じゃあ失礼します。ここしばらく料理を作っていなかった僕は、二人の仕事を見ていて無性に料理がしたくなりました。二人に食べてもらおうと日本風の焼きうどんを作ることにしました。茹でたうどんを油で炒め、味付けは日本風。で、日本から持ってきた塩と胡椒。そしてこれも日本から持ってきた醤油。卵を入れ軽く炒めて完成。タイトルはもこみち流焼きうどん。間違いなく美味しいはずです。日本風焼きうどん、二人の反応はどうでしょう。あんまり好きじゃなさそうね。味道挺不错的。味道挺好的。いや、とても美味しいです。美味しいですよ。本当？食べてよ。是吗？那你们再今天多吃点。あれ？醤油の香りのせいなのか、トルファンで僕の焼きうどんはあまり受けませんでした。すいません。お忙しいところありがとうございます。谢谢。谢谢。谢谢。トルファン近郊にそびえる火焔山。西遊記の舞台となったこの山は、燃え盛る炎の山として登場する。ここには一本の草も木も生えない。ではなぜトルファンはシルクロードの一大拠点になったのだろうか。火焔山、実はこの山の近く、地中深くにオアシス都市として栄えたトルファンの秘密が眠っていました。ここまではトヨタ、大正製薬の提供でお送りしました。ここからはアートネイチャーの提供でお送りします。砂漠のオアシス都市トルファンは
カレーズと呼ばれる地下水路から流れてくる水によって繁栄してきた。遊んできた帰りかな。お、これはあれじゃないですか。カレーズを流れてくる水、綺麗ですよね。お、掃除してる。你好。你好。こんにちは。あ、こんにちは。日本の方ですか。あ、そうですそうです、日本から来ました。あの、早見と申します。はい、私はアセンジャンです。アセンジャンさん、はい、今掃除してたんですか。はい、そうです。しかし日本語上手ですね。いやいや、まだまだです。このカレーズを流れる水はどこから来るんですか。はいはい、あの天山山脈の、 あの雪解けの水です。はいはいはい、全部雪解けの水なんですね。はい、そうです。トルパンの北はちょっと高いです。南は低いです。あの水の水平によって、はい、あの縦井戸の深さも違います。カレーズは天山山脈の雪解け水を利用した人工の地下水路。20メートルから30メートル間隔で縦井戸を掘り、トンネルでつなげた古代の灌漑の技術。トルファンにはこの水路が1200本以上ある。この水を利用することでトルファンはオアシスの一大都市として繁栄することができた。これまたお家広いですね。アセンジャンさんはトルファン郊外で代々続くブドウ農家。旅行者のために自宅をレストランにしています。日本語は独学で学んだそうです。家の裏にある広大なブドウ畑はカレーズからの水の恩恵なんです。アセンジャンさんは収穫の遅い畑から新鮮なブドウを取ってくれました。おー、どうぞ。あ、すごい。これはいいんですか。いいです。見て、ちょっといただきます。甘い。甘いですか。甘いよ。甘いし美味しい。これはカレーズの共同井戸。おお、カレーズです。これ深さどれぐらいあるんですか。10メートルぐらいです。10メートル、はい。直接飲んでもいいです。おお、でみんなこっちに来て、はい。カレーズの水を汲み上げた井戸は15年前まで村の人たちも使っていた。しかし現在は水道が普及、この井戸を使う人は少なくなった。これまた綺麗ですね。夏は冷たいです。夏は冷たい。ああ、冬はちょっと暖かいです。うん、あ、うまい。美味しい。美味しいですね。私は飲まないです。飲まないんですか。アセンジャンさんはいつも水道の水を飲んでいるそうです。そりゃそうだ。トルファン市内から46キロ東の小さな村に古代シルクロードの時代に栄えた王国の跡がある。トルファンにある交渉古城にやってきました。ここですね。あ、ちゃんと看板がある。交渉古城。こんにちは。ちょっと中に入りましょう。
おお。交渉古城は城壁の周囲が5キロを超えるシルクロードの都市遺跡である。ここは5世紀後半から交渉王国が栄え、東西文明の十字路として中央アジア有数の規模と繁栄を誇っていた。これはもうこっちで、うん、って僕は案内人に促されるままロバ車に乗りました。乗ったら、案内人によれば広い交渉古城はロバが一番だそうです。行き先はこの遺跡の中で最も有名な場所だといいます。そっか、だからロバ乗っていくんだ。この先まであるから。入り口から近いのかなと思ってたんですけどね。距離あるんですね。おうおうおうおお、なんだこれ。なんかタイムスリップしたみたいですよね。シルクロードをたどる旅はトルファンまで来た。旅人が訪れたのはシルクロードの都市遺跡、交渉古城。あ、これ着いた。そこは玄奘三蔵も訪れたという場所。おお。西暦629年、インドに赴く途中の玄奘三蔵は、熱心な仏教徒だった交渉国王のもてなしを受け、ここに1ヶ月滞在した。僕はウイグル族の小学生と出会いました。よくここには来るの？彼らは観光客を相手にガイドをしてお小遣いを稼いでいます。案内してくれたのはかつてのお寺の跡。その側面に僕を連れて行きました。このくぼみにはかつて仏像が置かれていた。しかしこの土地を後に支配した偶像崇拝を否定する異教徒たちによって仏像は破壊されたという。今はかすかにその一部が残るだけ。何で、あの三蔵法師が お経を教えたと。ああ、そうなんです。この場所が今から1380年ほど前、玄奘三蔵はこの上に立って国王一族に仏教を説いた。でもここどんな人たちが暮らしてたんだろう。シルクの服に施されたカラフルな刺繍。交渉古城近くで近年発見された当時のお墓から人々の暮らしを垣間見ることができる。カレーズの水はオアシスを豊かにした。ここでは貨幣も使われていた。人々はオアシスの恵みを味わいながら豊かで幸せな暮らしを営んでいたのではないだろうか。しかし14世紀も終わる頃、このオアシス都市は歴史の中から姿を消したのだ。
僕は子供たちともう少し一緒にいることにしました。ねえ、いつも何して遊んでる？ねえねえ、あの2人の将来の夢はある？サクションバー、タイヤ医生、一個医生。すごい、2つともね、人の命を助ける職業だから素晴らしい。ちょっとね、面白いの持ってきたんだよね。ちょっと遊ぼうか。見ててよ。すごい。けん玉で2人と遊ぶことにしました。すごくない？もうちょっと。ママ、なんかママいね。わー、惜しい。女の子にはシャボン玉、初めてだそうです。僕も子供の頃に戻って一緒に遊びました。すげえ、交渉古城でシャボン玉やってるよ。かつて人々の笑い声があふれたオアシス、交渉王国。その場所に立つと遥かなるシルクロードがよみがえってくる。ドルファン駅、朝8時30分。この日、トルファンから旅の終点、ウルムチまでの列車に乗ります。発車予定時刻は8時50分。しかし、発車予定時刻になっても改札は始まりません。列車の到着は少し遅れるという。結局待つこと1時間。優しい。すごいよね、長いよね。このホームの長さは500メートルもある。トルファン駅にウルムチ行きの列車が入ってきた。先頭車両は東風11型と呼ばれるディーゼル機関車。ウルムチまでは2時間余り。今度は座席タイプの客車に乗りました。さあ、あ、早いね、もう動き始めた。1時間ほどすると車窓には雪がちらつき始めました。外の気温は氷点下に違いありません。でも車内は暖かく、ずっと音楽が流れ、乗客はみんな笑顔にあふれていました。西安を出発した中国シルクロード鉄道の旅は、ついに2600キロの終点ウルムチにたどり着こうとしていた。天山山脈のふもと、遊牧民が暮らす大草原を列車は走る。この日、列車は1時間遅れてウルムチ駅に到着した。すごい、雪降ってるよ。新疆ウイグル自治区の中心地ウルムチの町に、この冬初めての雪が降った。
うわー広いなー。駅のほら文字が。列車に乗って2600キロ。ついにウルムチに到着しました。人口250万を超える中国西部最大の都市ウルムチ。ここは世界で最も海から遠い都市だ。ここにはウイグル族やカザフ族など十数の民族がそれぞれの言語習慣を持って暮らしている。僕は今も遊牧民として生きるカザフ族の人たちに会いたいと思いました。あれは彼らは天山山脈の懐深く標高2000メートルを超える村に暮らしているんです。中国を横断するシルクロード鉄道の旅。ウルムチ市内を出て天山山脈の山中へと旅は続いた。標高2000メートル、遊牧民カザフ族の村を目指す。すごいな。ほらサラサラしてるもん。すごい。あれは？ヤギ。村に向かう途中、ヤギを放牧している人に出会いました。ニーハオ。ニーハオ。これからどっか行くんですか？你现在去哪儿啊？我们放牧。今放牧をやってます。あー、そうですか。放牧を。もう何匹ぐらいいるの？200只。100匹だって。この近くで住まれてるんですか？あ、对，住在我们家就在那。到我们房子做客。はい。看一看。ちょっと行ってみますか、我々の家に。あ、いいんですか？可以吗？可以。いいですよ。カザフ族のハズタンさんは僕を家に招待してくれました。旅人にこうすることが遊牧民族の伝統であり彼らの誇りなんだそうです。あら、ヤギちゃん。あ、お父さんのお家ですか？这是我给我孙女过生日。欢迎你光临。あ、そうなんですか。失礼します。パオと呼ばれる家の中には大勢の人たちがいました。いいのかな。僕はちょっと戸惑いながらもご好意に甘えました。この旅では何度もそんな優しい人たちに出会いました。ハズタンさんの孫イェリナちゃん4歳の誕生日。この日は親戚も入れて11人が民族衣装を着て誕生日を祝う。運ばれてきたのは羊の肉を茹でたもの。お祝いの席には欠かせない料理だ。羊の頭を一族の長老ムラトハンさんが切り分ける。はじめに長老が左の頬肉を食べる。次は子供。言うことを聞くようにと左の耳を与える。羊の頭。あ、ありがとうございます。いただきます。僕は左の頬肉を切り分けてもらいました。
美味しいですね。柔らかくて美味しい。お願いします。伝統楽器ドンブラ、男女が即興で演奏する。Асылдан да бағалелі салтым маған, болашаққа илейін барсын аман бивайдай. Елина туған күнің боп жатқанда, мен қайтып өлеңді өтпей жаталамын игегігігі. カザフの人たちは歌と踊りがとても好きだ。遊牧民である彼らは季節ごとに家族で移動する。ハズタンさんの家族はもうじき雪のない場所で暮らすことになる。こうやって踊るんですね。僕は楽しそうに踊るハズタンさんの家族を見ていて、遊牧民の長い歴史の中で彼らの体に刻み込まれてきたものはずっと昔から変わらないような気がしました。それはきっと家族の絆なんだって。この写真なんですが、この場所に実は行きたいなと思っていて。这是天池，博大峰。天池。天池。近くにあります？天池就在下面。天山的水融化了以后。はいはいはい。北边是往天池。はい。流到天池。はい。下面是天池。流到天池。南面是流到吐鲁番卡尔井，吐鲁番卡尔井流到那是卡尔井。ちょっとこの目で早く見て確かめたいです。皆さん本当に今日はありがとうございました。大事。天地、神秘の湖へと向かう。西安から旅を続け、砂漠を越え、今は雪の降る山の中。すごいね。すげえ、本当に。今までに見たこともないような絶景。標高1980メートルにある天池は、神の池、天の鏡という意味を込め名付けられた。この日の気温は氷点下15度。まもなく天池は凍りつき、辺りは氷の世界へと変わる。大自然からもらえる力ってすごいよね。もうものすごい力強いこうエネルギーをもらえるというか。うわーすげー。僕の目指した天地はこの季節雪に覆われていました。夏、天地は青さを増し別の世界を見せてくれます。ここは遊牧民、カザフ族の聖なる場所。天山山脈から流れ出す水、実はこの水こそが
シルクロード繁栄の源だったのだ。そして砂漠のオアシスを幾世紀にもわたり潤し続けてきたのだ。それは大自然がシルクロードにもたらした奇跡なのかもしれない。今回その鉄道に乗って旅をして、鉄道のその車内から見る景色であったり、その変わっていく地区、もちろん食文化もで、先に行くにつれて食文化もだんだん変わってきたりで、車内でその出会う人たち、町、それと村で出会った人たちとかね、自宅にね招待してくださったりね、快く招待してくださったんで、すごく嬉しかったし、いやー、なんだろうな、本当に素敵な人たちが多かったですね。今回この旅で感じたことを、まあ、忘れずに、これからももっともっと人と人とのつながりを大事にしていけたらなってこう改めて思った旅でした。シルクロード鉄道はここウルムチが終点ではない。線路はまだ西へと続いている。今中国からの国際列車は隣国カザフスタンのアルマトイへと週に1本走っている。そしてその先へ、さらに西へ、中央アジアからヨーロッパへと線路は続いている。かつてラクダのキャラバンが旅したシルクロードは、鉄道に変わった今も人々の営みを運び続けている。この番組はアートネイチャーの提供でお送りしました。